眼科医の平松です。今日は同じ白内障の状態でも手術した方がいいっていう医者と、まあ、様子見た方がいいっていう医者がいるんですね。これなんでこういう差が出るのかってお話しようと思います。あるんですよ、で実際にこう迷う患者さんがいて3つ目として来ましたって言われるんですけど、じゃあ私がしましょうしませんって言っても余計迷っちゃうじゃないですか。2人がやりましょうって言ったからやるとか、3人がやるって言って1人がやらないって言ったからやらないとか、なんか そういうことじゃないんですよね。なんで同じ状態でやるという医者とやらないという医者がいるかってことなんです。まず白内障というのは状態によっては緊急の状態もありますけども、まあ基本的にはほとんど緊急ではないわけですね。なので仮にやるって言っても今日やりましょうってわけじゃなくて、まあ予定をして直していくわけですね。でその場合医者によってなるべく早めの方が患者さんにとっていいよねって思う医者もいれば、なるべく様子見た方が患者さんにとっていいよねって思う医者がいるんですよ。なるべく早くやった方がいいよねって医者の場合は、手術ってやっぱりリスクがあるわけで、すごくこう進んだ状態の方がリスクがちょっと上がっちゃうんですね。もしやるんであれば早い方がいいよねってことですよね。例えば5年後手術するのと今手術するんだぞ、今手術が簡単だから早く見やすくなんだからその方がいいでしょって考え方ですね。なるべく待ちましょうっていう医者の場合は、5年後ねやることになるかもしれないけれども、人生わかんないじゃないですか。もちろん私も含めてあなたも何年後に亡くなるかってわからないわけなので、もしかしたらそれが3年4年待ってる間に何かがあって、まあ交通事故なりなんないでね、私も含めて亡くなる可能性があって、そしたら、まあ、やんないで済んだ、済んだっていう表現が正しいかわかんないですけど、済んだことになるじゃないですか。だったら、まあ、それがいいよねっていう考え方もあるわけなんですね。これどっちが正しいっていうよりは、2つの意見が出てるというのはどっちでもいい状態、つまりあなたがどっちの医者の考え方に近いかっていうふうに考えていただいていいと思います。すんごく初期だったら、まあみんながみんなやんない方がいいでしょって言います。で、すんごく悪くなっていたら誰もがもう絶対やった方がいいですって言うんで、大体の方はそうですね、9割方の人はその間なんですよ。なのであなたがそういう状態になったら、自分はどういう風なスタンスなのかっていうことを考えて、まあ検討された方がいいかなと思います。今日は白内障の手術した方がいいっていう医者と、しない方がいいっていう医者についての説明しました。